間違えることは必ずしも悪いことじゃないよ。特に猫ちゃんたちのようなお友達がいればね。ギャビーと猫ちゃんたちはどんな失敗でも楽しい出来事にしちゃうよ。こうしたらどうかな。パンのベッドにしちゃうにゃん。それじゃあギャビーのドールハウスで起こったハッピーな失敗談のトップ5を紹介するよ。オーケー、それじゃあみんなそろそろお泊まり会を始めましょう。まず第5位、パジャマツリー。パジャマに着替えてちょうだい。でも私パジャマ持ってきてないよ。あー、私たちもだね。大丈夫、こっちに来て。キティフェアリーのお泊まり会用のパジャマはね、ここから選べばいいの。じゃあ上はこのハートのにする。このパジャマとってもいい。にゃっほー。うまくいったね。時には持ってるもので対応しなきゃね。次の第4位もそう、パンケーキボール。おかゆを3杯作ってほしいんだ。小さいのと中くらいのと大きいの。それが今おかゆがないにゃ。おいしいパンケーキじゃダメにゃ。パンケーキ大好き。小さいパンケーキいくよ。この器でいいの？うまく話を回せばいいんじゃない。時にはボウルに入ったパンケーキの方が美味しく感じるかもね。このパンケーキもとってもちょうどいいわ。はあ、私もお腹いっぱい。第3位、変な音楽。誰もが特徴のある声を持ってるよね。お花が歌うの？ええ、そうよ。ちょうど今歌う花が満開になる季節なの。特に歌を歌うお花さんたちは、声が少し変だったり違ったりしていても、その特徴のある声が本当にニャンダスティックな音楽になるんだ。変な声で歌ってもそれがメロディーになる。お花さんたちの歌声すごいにゃん。ありがとう、花丸のお手伝いだったにゃ。何かを学ぶときには失敗はつきもの。でも少し頭を使えば失敗を成功に変えることもできる。それがこの第2位、パンのベッド。パン？頼んだのベッドだ。間違えちゃったにゃ。パンでできたベッドで寝たことある？パンのベッドにしちゃうにゃん。パンのベッド？そんなのに寝るやついないだろう。やってみようよ。気持ちよさそうだね。素晴らしい、オッケー、カット。間違いは起こるものなんだから、ハッピーな出来事にしよう。それが第1位、ぐちゃぐちゃケーキ。ありがとうありがとうありがとう。それでもいいじゃない。普通のバースデーケーキじゃないと思えばいいんだよ。これはスペシャルなぐちゃぐちゃケーキ。ぐちゃぐちゃケーキを楽しんで。こうやって手で掴んで食べちゃってもオーケー。このニャンタスティックなバースデーパーティーでね。失敗しても大丈夫。特に想像力を使って何か新しいことをするときにはね。楽しい失敗談をもっと見るには、ネットフリックスで配信中のギャビーのドールハウスを見てね。